ダンベルフライは、ウェイトトレーニングの種目の一つ。大胸筋の筋肥大を促し、筋力を高めることができる。ストレッチ種目。動作中に負荷が抜けないように、仰向けになって構えた時に、ダンベルと肩を結んだ線が床に対して、垂直よりも内側に傾かないように気をつける。ダンベルフライダンベルフライワンハンド、ダンベルフライワンハンドダンベルフライインクライン。 ダンベルフラインライン,ンライクラインダンベルフライデクラインダンベルフライデクラインダンベルフライ両手にダンベルを持ってベンチに仰向けになる両足を歯の字に開きしっかりと踏ん張る肩を後ろに引いて肩甲骨を寄せ肘を約45度曲げた状態でダンベルを両手の平らが向き合うようにして胸の真上に構える息を吸いながら両腕を横に開いていくダンベルが 胸の横まで降りたら逆の動作で2の体勢に戻る。3から4を繰り返す。片手にダンベルを持ってベンチに仰向きになる。両足を歯の字に開きしっかりと踏ん張る。空いている肩の手でベンチを押さえる。肩を後ろに引いて肩甲骨を寄せ肘を約45度曲げた状態でダンベルを手のひらが内側を向くようにして胸の真上に構える。息を吸いながら 腕を横に開いていく。ダンベルが胸の横まで降りたら逆の動作で2の体勢に戻る。3から4を繰り返す。反対側も同様に行う。両手にダンベルを持って30から45度程度に背もたれを起こしたインクラインベンチに仰向きになる。両足を歯の字に開き、しっかりと踏ん張る。肩を後ろに引いて肩甲骨を寄せ。 肘を約45度曲げた状態でダンベルを両手の平らが向き合うようにして胸の真上に構える。息を吸いながら両腕を横に開いていく。ダンベルが胸の横まで降りたら逆の動作で2の体勢に戻る。3から4を繰り返す。スタートで両手の平らが足の方を向きフィニッシュで両手の平らが向き合うように ダンベルの向きを変えていくと大胸筋をより強く収縮させることができる。両手にダンベルを持って30から45度程度に背もたれを倒したデクラインベンチに仰向けになる。両足はパッドに固定する。肩を後ろに引いて肩甲骨を寄せ肘を約45度曲げた状態でダンベルを両手の平らが向き合うにして胸の真上に構える。息を吸いながら両腕を横に開いていく。 ダンベルが胸の横まで降りたら逆の動作で2の体勢に戻る。3から4を繰り返す。スタートで両手の平らが頭の方を向きフィニッシュで両手の平らが向き合うようにダンベルの向きを変えていくと大胸筋をより強く収縮させることができる。ありがとうございます。